深く受け止めて、重く受け止めております。これからこれをなんとか後手を先手に回せるように、最大限の経営層から第一線の現場まで最大限の努力をしてまいりたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。わかりました。すみません、本当最後なんですけど、要するにアルプスの稼働を、かなり前提にしていた面があるかと思うんですけど、その中で、アルプスで処理した水も、溜めていくっていうようなことをおっしゃられてたんですけど、どうも当初、アルプスで処理した水は海に流すっていう方針がまず前提あったっていう、これが対応後手後手に回った、かなりの要因に占めてるんじゃないかっていうふうに思うんですけど、そういった考えはなかったんでしょうか。これは世間の皆さん、あるいは特に漁業関係の皆さん、ご納得いただけない限りはもう出すものではないというふうな認識をしております。今後はなんとかそのトリチウムを軽減する方法、あるいは、その他いろいろと技術開発も含めて進めていきたいというふうに思っております。アルプス云々のことで後手後手に回ったというふうには考えておりません。わかりました。ありがとうございます。すみません、じゃあ申し訳ございません。最後のご質問とさせていただきたいと思います。東洋経済の岡田ですが、この組み立て式のタンクっていうのは、この前の地下貯水槽の汚染の、地下貯水槽から漏れたとき、溜めていくっていうようなことをおっしゃられてたんですけど、どうも当初、アルプスで処理した水は海に流すっていう方針がまず前提あったっていう、これが対応後手後手に回った、かなりの要因に占めてるんじゃないかっていうふうに思うんですけど、そういった考えはなかったんでしょうか。これは世間の皆さん、あるいは特に漁業関係の皆さん、ご納得いただけない限りはもう出すものではないというふうにやりたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。わかりました。すみません、本当最後なんですけど、要するにアルプスの稼働を、かなり前提にしていた面があるかと思うんですけど、その中で、アルプスで処理した水も、というふうな認識をしております。今後はなんとかそのトリチウムを軽減する方法、あるいは、その他いろいろと技術開発も含めて進めていきたいというふうに思っております。深く受け止めて、重く受け止めております。これからこれをなんとか後手を先手に回せるように、最大限の経営層から第一線の現場まで最大限の努力をしてまいります。